はい、どうもこんにちは、ショコラです。今日はですね、ジャッキースナイさんに来ておりまして、まあ今の12月のですね、おすすめの何か商品をちょっとまあ個人的に好きなやつをちょっと、紹介できたらなと思っております。はい、じゃあちょっと1個ずつ試着していきたいと思います。これウェアハウスさんのやつなんですけど、めちゃくちゃ気になってるんですよね。ダックディガーのウェアハウスさんと、これ今38のサイズですね。はい、この手首、あとこの裾の部分、かっこいいですね。まあ、じゃあ38かな、このサイズが多分ジャストかな。中にも着込むので、あんまり36でビタビタにするあれは、まあ、これですね。34ですね。ジャストすぎて多分中に着込めないんで、多分36かな、36の方が。これもね、古着で出るともう本当雰囲気いいと大体やっぱ20万ぐらい結構するのをよく見るんで、20万以上。そう、一回ね、自分でね、古着で欲しいのね。古着では無理なんで。そう、これバズ・ギクソンさんのやつですね。バズのデッキジップですね。フックのタイプもあるんですけど、俺は結構ジップの方が好きなんで、はい、これで36を着てみたいと思います。38があったので38着てみます。ちょっとね、すごい白っぽくこう、これとかね、多分潮風でどん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 経年でこう変わっていくんですけど、まあ、多分リアルで今やるのは厳しいかなっていう感じですよね。セトルマイヤーズ、セトルマイヤーズ、セトルマイヤーズというものを着ちゃうんだそうです。スターフリーダムの革ジャンですね。ブラジがないです。38でジャストサイズだと思います。
のいい匂いする。これ超王道の。いいっすよね、やっぱデッキリング。もう行きたいんだよ。ちなみに今のスタッフさんが履いたやつがこれです。すごい。すごい。うわ、めっちゃいい色になってる。めちゃくちゃいい。こういうの見ると欲しくなりますよね。ユアハウスさんのデッドストックブルーの、デニムの方ですね。これは、はい、あ、デニムの方じゃない、全部デニムだわ。ジーパンの方ですね、はい、ジーンズの方です。こっちも対戦ですよね、はい、こう、いい感じ。あと今回はもうデニムパンツいっぱい履かなきゃいけないのあるんで、デニムパンツ下はいかないんですけど、ジージャンだけにしますけど、これも買えばセットアップでいけますね。ジャギさんの別注らしいですね。色が別注のやつらしいです、はい、ちょっとこれも着てみます。 S サイズです。中にもうすでにウルフ1枚着てるんで、ちょっとパツパツですね。これ S だとちょっとちっちゃいかな。でも中にロンT1枚の上に着るくらいだったらちょうどいいかもしれないです。これバズリクソンさんのデモテックス EX っていうところの、これですね、デモテックス EX かなっていうところの実名復刻の N1 ですね。 N1 にも実名とかあるんだってちょっとびっくりしました。いや、知らないこといっぱいあるな、本当に。古着は奥が深いですね、はい、でこれ36サイズですね。昔ヴィンテージで持ってましたけど、やっぱね、サイズ感がとかね、ちょっと手の抜けが大変でしたね。かっこいいな、やっぱあったかいな。そして結構このくらいの季節からどんどん寒くなるんで、このくらいの方向はありっすよね。形綺麗だな。ヴィンテージに比べても全然着やすい、合わせやすい。2500%のリベットです。ヴィンテージもいいですけど、新品もいいですね。かっこいいわ。
はい、というわけでね、今日もねちょっとあの12月のね、ジャンキースタイルさんのね、服おすすめの服をちょっと自分なりにいろいろちょっと、試着させていただきました。はい、気になる服があったらぜひ、購入してみてはいかがでしょうかというわけで本日もご視聴ありがとうございました。またね。今日もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもいいなと思ったら高評価ボタンぜひよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。あとこれに、ね、関連動画出てますし、ここにあのチャンネル登録のボタンありますので、ここぜひ押してください。明日もね、好きな服着て楽しくやりましょう。またね。